シノ、まだ起きねえのか。カブンガ、なんだ起きてんのか。おかみが弁当を持たせて。うん、琥珀って子にも何かついているのかな。なんだコブンガ、妙な声を出すな。いや、なんでもないっす。それより兄貴、もう時間だろ。さあ、今日もお勤めご苦労さん、行ってらっしゃいまし。なんだ、やぶから棒に。いいからいいから。その前に、シノの顔くらい見てくる。うるせえ、とっとと行きやがれ、クソ兄貴。なんだ。あれ、ま、誰が見てもびっくりだよね。小文豪、腹減った、弁当くれ。シノあ、あまりにもサプライズだ。あんな小さいガキンチョだと思っていたシノが、村雨の呪いによって子供の姿のままにされてただけの立派な青年だったなんて。けれどこの事実を兄貴が知ってしまったら。ご文豪、これ食っていい。おう。おかみにも後で礼に行くって言っといて。ダメだ、もろ兄貴好み。